坊さんから連絡があってね、はい、そのまあ電話の中にね、もう最初黙って聞いてたんですけどね、あの風貌がどうとかね、あのリモコンキーがどうとか、リモコンキーとかね、金色のハンドル、ハンドルが金色とかね、そのキーワード的にね聞き捨てならんというですかね、わけのわからない、うん、あのちょっとあの ST そのかけ離れたような、そのなんでそのキーワードが出るんだっていうのキーワードがもう4つ5つ、出てまいりましてですね、もうだんだんこれ慌ててね、俺綿子さんのうちにこれあの用意行く、うん、ちょっとこれあのもし危ない方向に進んでる場合をこう止めないといけませんから、あの慌ててるんですねこれね、うん、まあ、彼ならやりかねないかもね、うん、でそれを慌ててる様子をあなたが撮ってくれた方がいいんですけど、8ミリアプリで撮っとって思いっきり音が入って音声が入ってなかったという、そういうそのこれまさにこれライブ録画でしたねこれね、はい、あなたもなかなか慣れてきましたね、すぐに録画スイッチを押すというね。でね、綿子さんは聞いてました、ね、風貌って何ですか。風貌です、ね、ST にノンカウルなんですけど、うん、あ前から言ったもんね、渋っ何が渋っだね、渋っ何が渋っ、おいおいこれお前で、ね、これがおいこれバリクソかっこよない、残骸これこれ残骸な、でこれこれもちょっとあかんなこんなんな、でまだこれこれハンドルこれ比べたらわかるのこれハンドル、やっぱエグこうポッコーンってこっち側にだいぶ寄っとんで、こういやーな、いやまあまあこんなんもお母さん切ってなんか使っていいでよ、まだ部品がある、シンプルやん、企画案に失敗したこれ、なんかこれえ ZRX え、え、ローションレプトなんですかこれ、でかいでかす、横幅でかすぎてこれ倒したらよ車に当たるもうやめて、これもうこれ却下な、なんで、ええ無理これ、あの幅広すぎ、もうちょっと縦になってからここ広がっとるから、要は何用なんこれ、えこれハーレーのエンジンガーで、ハーレーなんだこれ、なんで金でな、これええー、わー思って、このサイズの意味はでこれバッチしないけどな、うん、何があかんって言うたらこのグリップ、あのあれがこれがつかんのグリップエンド、うん、この長い方がええやろ、こんなグリップエンドあんまりないからな、もうこれこれさ、あれまっすぐやから、ちょっとな、もうあと5ミリほどこう調整しなあかんね、走って調整したらまっすぐ出さなあかんからね、もうちょっとこっちこっちから、なんかであそこ部品入ってるけどさ、こっちがいかなかったな、あのあれがパッチンジョ、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 ほんじゃ俺のあのゴム止めの生活終わる、終わる、でもこのブワーンって飛び出してはあれあかんようなんで、ま、ちょっと待って、えこれほんまにパッチンジョ、パッチンジョ、パッチンって書いてるでこれね、このリモコンでこうなんかつけたら、なんでリモコンやん、リモコンはね無線リモコンで、これがあのステオな、なんかちょっといるかもわからんなとか、走ってみるのわからへん、どれぐらい震えるかとか、ちょっと走ってみようか、え、走ってみるか、お、走ってみる、ほんで、歪んでるかどうかも見てくれ、角度変えて、ちょっとやっ、な、調整するわ、いやちょっとこれ、バッチリやわ、完全、ハンドルどうやった、ハンドル、ちょっとハンドルな、レバーも、レバーも、俺好みやから立たしてこうかな、お前ちょっともっと調整しなあかんと、ネギルネギ乗るときは、な、俺立たした、え4444になってる4444悪いよ、なになにこれ悪いよなんでやねん、いや、いいんちゃう、え、いいんちゃうこれ今までとハンドル、これもしって、うん、ハンドル近くなったらほらもうちょっと起こすか、違うんや、俺ハンドル近くしたかったよ、あ、ほんま、ちょっと俺我慢できへんから走ってくるわ、ちょっといっぺん見てきてや、うん、うん、ほんでライト
ここ見て削れたことあった見てこれ。いや今これこれねポジション最高最高ポジションもう最高もうポジションも最高やし、うん、カウルめっちゃかっこいいなんかでかい単車になったみたいちょっと俺めちゃめちゃハイになったブレはどうですブレはどうやったブレあのあれさっきの、またスピード出すって切れてないいや下り坂で、うん、手放し運転やったところによるとフレはなかったかいやカウルが風当たって あんまり気にならん気にならん、うん、というのがバタつけへんかなというのが前から押さえてるからやと思うああ平均的に当たるからかうんああそれはあるかもな強烈風になったらどうか分からんけど今俺時速70-80ぐらい出したけど、うん、特に、うん、あとこれなんてこう綺麗にしといたるわ全部まだちょっと置いとけもう完璧なのまずもうめちゃめちゃポジションがもうこれ足はいけるかこれちゃんと、ま、何年も俺これ外してこないとダメ気がつかんやったまっすぐになってちょっと上向いてるかまだ気がつかんやったこれ難しいねこれけこんなアンギラとアルトでやってやがら万力とでも地面でまっすぐなってると思うステップも短くなってバンコク上がったなえあのやあの、あれみたい何あの、なんつうのホンダみたいなポジションもう、すごいわだからな、このブレ、この位置はな、ちょっと高いかも俺好みにしてるいや、いいと思う、俺俺今、全く不満なかったもんすっげえテンション上がった、今俺な、まあ、この単車な、うん、ちょっとハンドル低かったよ低かったな、うん、ちょっと俺の手が短いからやけどなYBR と一緒やだからこのこれ最高やんこれこれがなちょっとどうかないや結構安物のやつやねんけ安物いいんちゃうえあと技術な、うん、ほら入れんのに大変なあの削ったあとまたカスついとるやろあれいやでも素晴らしいわこれ流行るんちゃうやろか丸めなんかな、うん、なんちゅうのなんかこうすごい安心感があるねこの分かるかな分かる分かるほんでこれかもつけたらなんかのゲームだこれもう一回つけエンジンロックでつけたらそれがいいエンジンロックでないや嬉しいわでなライトもだから小さくなってんなこのかこのこれが前はあれやったあーめっちゃ嬉しいわ前はちょっと尖ってでかかったからねこれ下も小さくなってるはずやねでもな、この樹脂ほんじゃ樹脂がなかったよ軽量化も達成ガラス、やっぱガラスは高いよ、ね、うんそんな感じでこれあれでテストしなわからんぐらい時速70キロぐらいじゃそんな問題ないああ、そうやな、問題ないかわからんなただ100じゃそうそう、140とかこれでもな、俺な思うけどな、うん、最高速上がると思うわあ、ほんまこうしてな、走っててな、うん、ギュッてやったら風なくなるんだよあ、ほんま、やっぱこれ聞く、うん、うん、聞いてる聞いてるもうめちゃめちゃかっこいいねんこれシルバーのこのガンメタやってんなそんなんあれへんもんなガンメタいやもうあのね色はな、うん、あの前から思って言うててんけど単車の色大事やけどね、うん、乗ってたら分からへんからもうな俺な色々赤い理屈や赤い単車とか色々乗ったけど乗ったら分からへんことが分かった、うん、あとまあこの辺も綺麗にしといたら光るようにあれヤスリがけもまだちょっとこの辺止まってない俺仕事行ったからやけど明日休みやからな。もうちょっと。今度もまだマシになろう。え、まだヤスリ掛けしといたろ、もう。色塗っといたろ、黒色やけど。いや、嬉しいなぁ。まぁ、あ、ちょっと目立たんように、ツヤが出るように。これでもなんか、Z みたいになった。Z みたいになった。これ。続きの Z。ここのなライトもなけ、これ、だからこれを照らしたいんよ。ほんで、リモコンで照らして、後ろとなんかこう、なんか作業灯みたいな。あ、そこに関しては、うん、意味わかる。なんでそこ全然意味わかんない。あとや、ここのケツをよ、うん、あのグラストラッカービッグボーイのケツにしたらや、ああこんな感じだけ、ね、これ Z みたいになっちゃう。これは。これっていいけこのなんかあれなんていうのカフェレーサーみたいにこのいいよ。いやこれやっぱねあれな、うん、こけて辛い思いするけどや、うん、こういう楽しみはあるね。完全にやる気出てきたわ。謹慎解除でいい。もう謹慎が、まあ出来上がってないのに、まあそんな。でも今俺、ちょっと1キロほど乗ったけど、謹慎してる場合じゃなかったわ。
めっちゃテンション上がった。これポジションあ、いがみをな、ちょっとまたいがみ直さなきゃ。どっち側にだから、またちょっとツーリング行った時に直そうか。なんかちょっとこう、また緩めてこうしなあかん。多分そう、うん、もうちょっと明らかにいがんでることはいがんでる。ただブレはなかったけどな、あ不思議と。うん、ただな。そんな斜めになったままやっぱ毛でいいぞ。まあ、ロックかかったまま、だ割とやった方やで。こんなもんからこんなもんから。素晴らしいわ。こんな感じだな。ただなこのポジションやったらな、うん、言うちゃ悪いけどな、うん、運転のガラガラになるから。なんでやもうあれと来たやろ。だからワイブあワイブある来てるからな。もうそんなことない、まあ、振り回せるような感じになる。まあこんな途中経過や。いやあの俺のあの動画でやってるような洗車では、うん、ダメですね。キリになりませんね。発揮しゅって、うん、寝かしてジェット、寝かして、そうそう、寝かしてジェット、寝かして洗剤で洗って、そういうあのその極端なことせんと、うん、極端な単身にはなれへんな、なれない、そう、光らない、なるほど、軽いんやから、ハーレーじゃないんやから、そしてあのハーレーのエンジンガードだけは、エンジンガード持ってきたのか、エンジンガード、やっぱフロントフォークとかね125違ってね、やっぱり250だけ、強かった、うん、強い強い、もう全然その重さが耐えれるだけのフロントフォークのあの強さあるね。安物とはいえ一応は考えられると思う、うん、うん、しっかりしとるよ。それがこのあの走りのしっかり感につながってるかもしれないね。日本製やしね、もう全然もう問題なしよ意外にも、うん、だからさすがってこれしっかりちょっと大きいやつ、あの125のヒョロヒョロでエントまでドンと行くやつちゃうから、ね、全然いいよ。バンプまで行くもんね、あのゴムの。あこれは多分しっかりし、この方はしっかりしとる、全然 OK。感じやね。止まるか。まあ、もうちょっと詰めといた。分かった。もうこれを見て完全に俺安心したから頼むわほんま。うん。実はめちゃ怖かった。え？でもまあその辺で倒して洗ってるか分からんけど。本当にねこのね今回のねあの雪城ねあの吹っ飛び事件、前輪巻き込まれ。これそうやけど、来ちゃいました。いやもうね、俺ね終わったと思ったんですけどね、まあこれ ST がねこんな形でね、たったこんな短い時間で復活するとは思いませんでした。これ全てね渡郷さんのおかげですけどね、まさかこういう形で復活させてくれるとはこれ思いもよりませんでしたよね。実は不安があったんですよ。この金具がついてるね、なんか金具10年来ずっとゴム止めだったね、あの箱にね金具をつけてくれました。でね、僕のね僕のあのカウル好きですけどね、ちゃんとこうしてね空気の壁と戦わないようにねこの中に潜り込めばねもう快適に走れるんですよ。カウルっていうのはいいもんですよ、本当素晴らしい。で変わったね、ハンドルのポジションも最高になりましたしね。これでまたね、頑張りますよ。であの謹慎処分なんですけど、はい、あの謹慎処分はやめにしました。はい、まあ面倒くさいっていう理由でしょうね。ごめんなさい、ごめんなさい、もうあの謹慎してる場合じゃない。僕もね、またみんなで行きましょう。正義が感じられない、うん、本当にあの皆さんにご心配かけましたけどね、復活しますよ。復活ですよ。これメロリーナはねしぶといんですよ、なかなか、うん、謹慎するとか言って1週間経ってないけどね。